キチャンネル。ちょっ、こんにちは。ドラフト通信簿楽天編でーす。イエイ、来ました楽天編。はい、楽しみ。ねえ、育成取らなかったからね。ねえ、でも試合が8人取ったから最多だもんね。最多です。8人はね、はい、あのドラフト1位からは常広行って外して、うん、前田行って外して、うん、で、こじゃ、はい、1位ね、うん、東洋横浜、はい、2位が、酒井、うん、で、日向、ウォータース、理解、ジュミル、うん、はい、松田、中島、そして大内、青野っていうね、はい、8人のドラフトになりましたけども、うん、ね、どうですか佐々木、なんて言ってましたか。佐藤さんはですね、はい、まあ、100% 投手を取ってくるだろう、うん、もうまあ中心にね、うん、で毎年取ってるけど、まあ、なかなかこう出てくる人がいないよねっていう。で、若い外野手は取ってもいいかもしれない、うん、でやっぱりもうとにかくすぐ使える先発を、うん、ただ楽天はトリッキーなドラフトをしがちだよねとで石井監督のまあ進退次第で方向性が変わる可能性大ということですけど、まあ、石井監督はね残ったという、うんうん、そうだね、うん、残ったからね、うん、まあ、方向性は多分同じっていうところでね、はい、トリッキーなドラフトですですか。トリッキーな全体的に佐々木は前田君行くんちゃうかと、はい、って言って、まあ 2回目でね前田君行ってるけども、うん、で墓場さんが細野、私は細野君行ってほしかったなと、うん、で先生は村田、はい、ね、で視聴者希望ドラフトは細野1位、2位が西舘だったから、うん、常広外して細野君行っててもよかったかも分かんないよね、うん、そしたら細野君は絶対取れたから、まあ、そうですね、だからロッテのパターンと一緒だよね。ここは戦略ミスだろうね、うんうん、まあ、小尺にももちろんね期待は、まあ、もちろんもちろんもちろん、うん、はい、でもまあうまくいったらね、うん、楽天2巡目も早いからね。そうなんです、ね、うん、2巡目でもね小尺君と両取りしてたらもっと最高だったしね。そうかもしれない、うん、ドラフト1位でも2位でももうそんな肩書きだけだから入ったらこっちのもんだからね、うん、正直ね、はい、で、まあ、ここはまあ即戦力絶対いるからね、今の楽天のピッチャー陣でいうと、うん、やっぱマー君、岸、うん、もうベテランの域に達して、はい、まあ、なかなか絶対10勝っていうのもなかなか言いにくいっていうことになってきて、うん、はい、で則本もベテランの域に向かおうとしている、うん、まあ、藤井ら最後ちょっと良かったね、はい、で、あの、まあ、早川、うん、もう、まあ、頑張ったけどなんかなんかみたいなね、ローテーションが守りきれずというところでしたね。で滝中は今年全然ね、うん、ダメだったっていうところもあって、まあ、庄司投手、うん、途中からよくちょっと出てきたかなっていうね、うん、でもこう絶対的な人たちがもう育ってきてないのよ、まあ、先発陣 ね、うん、っていうところでは、はい、まあ、こう1位でね、まあ、即戦力候補のこのね、うん、コジャ選手ね、ゆったりとした間のある独特のフォームから伸びのある直球やチェンジアップ、うん、スライダーを投げる能力の高い左腕、はい、しかも楽天は、うん、なんかあの編成スカウト担当、うん、愛嬌、はい、俺の同級生だから、はい、大学の時は、ね、もう結構偉くなってて、うん、はい、うん、だから頑張ってほしいけどね、うんうん、で2位に、はい、高校生滝川にこう、うん、酒井で、3位に東海大菅生高校生日向、はい、で4位に、日本ウェルネス沖縄からウォータース内野手、うん、で5位に大卒第3代松田、うん、で6位に青学中島な外野手、はい、7位にウェルネス宮城大内投手、うん、で8位に、日比内野手、うん、青野、ほぼ高校生。いや、そう、私もちょっとそれはねびっくりはしたんですよ、うん、即戦力のピッチャーで言ったら小蛇投手と、うん、あと、まあ、5位の松田投手、うん、でもこうもうちょっと上に即戦力取ってくるんじゃないかなっていう予想はしてたんですよね、うん、だからまあ、うん、これドラフト見た時に、はい、勝負は5年後っす、うん、っていう。5年後ですか。いやだって来年どうにかなんないよね。まあ普通に最近のプロに入ってくる選手の傾向を見てくると、はい、高校生から一発即戦力ってもうまあないじゃん。ないです、ね、ほぼないじゃん、うん、体力もないし、はい、下手したら2軍の試合にも出さないじゃん、うん、っていうような感じで言うともう大卒以上に限られるわけよ、うん、ってなった時にコージャか松田か中島、この3人どうかなんだ、はい、そんないきなり今年4位、まあね、ギリ4位だけどね、うん、一歩間違ったら2位だったけども、はい、まあね、1位の、うん、あのオリックスが独走してるっていうのもあるけども、はい、うん、このドラフトだけで、うん、それでもよっぽど外国人の、はい、もう超活躍する投打にわたっての選手、うん、取ってこない限り、うん、来年どうにかしますドラフトには見えないよね。ああ、そうですね、うん、もしくはだから FAFA か外国人の補強で、はい、うん、まあ、来年の戦いはこの 2つでどうにかしますよと、はい、だから別にドラフトは未来に向けてのドラフトにしますって言ってんだったら意図は分かるけども、はい、でもここ最近の外国人もまあほぼほぼ活躍せんやん。当たらないですね。当たる当たらないより試合出えへんやん、うん、出ないですね。1点すかスティーヨ
俺のあのゲームどうしよう、最後の方ちょっと出ましたよね俺のゲームどうしてくれるんやっていう、っていうところで外国人もほぼほぼ活躍しないじゃん、はい、ってなってきた時に、うん、もう来年とかじゃないのかなっていうね、正直だから、うん、2位も、はい、ホークスが取った岩井でロッテが取った大谷タカ、うん、もいたしね、うん、C は、はい、もういたから、はい、その2位でも即戦力ピッチャーいたと思うね、うん、でもやっぱ酒井くんが欲しかったってことなんですね、どうしてもね、うん、欲しかったんだろうね、なんかスカウトの評価ではもう将来の楽天の3本柱になり得る投手ってい う, そ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 ういう評価なので、うん、未来に向けてですよね、うん、酒井くんはだからやっぱ3年から5年後ぐらいのチーム構成を考えてたドラフトだったら俺は分かるんだけども、うんうん、来年じゃないよね、もう私はこう解釈しました、うん、去年取った即戦力のピッチャーたちを信じようと、おお、庄司駒子ね、庄司駒子、そして伊藤真央渡辺翔太ってこうやっぱ即戦力結構取ってるんで、うん、そこがもっと伸びてくる、そして内星龍っていう新しい、ね、うん、3年目が出てきたんで、うん、そっちがそのがこう先発に行くんじゃないかな、うん、だからそこが行かなかったら ね, そうですね、結構苦しいよね、伊藤真央渡辺も後ろじゃん、はい後ろです、後ろはでも松井裕樹が抜けるから、そうなんですだから多分俺は伊藤真央が一番後ろ行くんちゃうかっていう、そこがですか、の方が良くない、渡辺翔太よりはもうリーフで8とか7、うん、え右だよね伊藤、はい、だから行くんちゃうかみたいな、もしくは外国人呼んでくるかみたいな、うん、補強でも必要ってなったらそのところにうちも入っていかなきゃいけないから、はい、簡単に前行かせれないと思うんだよ、松井がいなくなったことによって、もうこう最後の方いつも3イニングとか投げさせてたんで、うん、あ先発かなみたいな、いずれでもその役がいなくなるよ、その役を多分安楽がやってたのよ、あその前はそうですね、でそこを多分補うようになったから、はい、それがでも安楽前行かないじゃん、でそこがいなくなったら、はい、そこに誰がまたいるようになるね、はい、で考えたら、うん、今の後ろから前とか来たらまた後ろ弱くなるからね、はい、いや駒子とかもっと出てこないとね、駒子投手出てきてほしいですね、去年のね、うん、だからまあ袴田さん言われるようにやっぱ去年のドラフトをしっかり今年に向けてそこを構築してたらそこがもう自信あるから、はい、今年はそんなにいりませんよっていう可能性もあるし、うん、ひょっとしたら全体的には3年後5年後見据えてチーム作りしていきますよっていう可能性もあるし、うん、でそうなってきたら、うん、監督今2年契約だから、はい、いやかわいそうだなって思う、あ、まあ、そうですね、そ2年でお前結果出さないとクビだぞってなったら育ててる最中のちょうどそのの、ね、ただのこうねつなぎの監督になっちゃうじゃん、うん、そしたらかわいそうだから、はい、そのね2年契約だったら2年契約でも俺は別にいいんだけど、うん、その2年で結果出せるように周りもバックアップしてやってほしいよね、うん、まあ、そうですね、そうじゃないとあの結果出せる B クラスだったんでクビですって言われても、うんうん、いやいやいやってちょっと俺はゴリが後輩だから思っちゃうけど、はいはい、だからそういったところはどうなんだろうっていうところもあるし、まあ、袴田さんの意見もそれはそれであるかもっていうね、うん、ところもあるんで、はい、まあ、そうなってくるのが一番望ましいけども、うん、そうですね、若干いや10年後、うん、ワオドラフトになってる可能性あるからで、いやそうワオ、うん、おウォーターさすごいみたいな、なってるか、うん、あポジティブワオもあるけど、ね、ネガティブおみたいなのもあるからね、そうですね5年後10年後ね、でも私的なこうやっぱちょっと推しがいて、うん、あの日向直樹投手、うんうんうん、あのすごい体が大きいピッチャーなんですけど、うんうんうん、ちょっと顔がマークに似てるとも言われてるんですよ、うん、190センチ110キロぐらい確かあると思うんですけど、まあこの写真は似てない、写真似てないですうん、あのもう甲子園よりもずっと前のインタビューの動画見てたんですけど、うん、そしたら憧れの選手はっていうので、うん、あの田中将大投手って言ってたんですよ、別に縁もゆかりも東北にないと思うんですけど、でこの楽天にかかるとも知らずに、うん、あの2013年の感動したん で,、うん、で将来にはメジャーに行きたいですっていうこと言ってたんで、うん、私はもうマークになるんじゃないかって信じてますよ、うんうんうん、まあ、そういった面ではでもこうね、酒井、日向、ウォータース、大内、青野はもう3年後5年後ね、だから若いのがいないのかな、もう楽天は最近結構即戦力多めに取ってたんで、その若い育ってくるやつがいないのかな、そういったところでは確かに今こうあれじゃないですか、うん、下からの突き上げってあんまりないんですよね、うん、からそこら辺をね、だからまあ黒川とかもね、うん、はい、武藤選手とか武藤かもなんかパッとしないしね、うんうん、そういったところではね
そこら辺の突き上げを、まあ、頑張っていこうってしてるのかも分かんないけどね、はい、だから即戦力に頼りすぎたから、うん、まあ、1回原点戻ってしっかり育成からチーム的にしっかりやっていこうっていうところの方向転換なのかもしれないけどね、うん、なんかそんな気はしますね、うん、ポジティブに見るとね、うん、逆にネガティブに見ると、まあ、このドラフトだけで来年優勝とかどうのこうとかは全くないねっていうね、うん、そうですね、ように見える、うん、てかまあそれは18歳からいきなり難しいからね、はい、中島選手ね、足も速くていい選手だと思うけど、はい、うん、外野手の一角に入っていけるかっていうね、まあ競争は激しいですね、うん、っていうところもあるし、うん、今の外野手もそこそこ頑張れてるから、まあ、今年も小郷、辰巳、まあ、島内も終盤良くなってきたしね、はい、で岡島選手もね、まあ、岡島も、まあ、いてね、うん、でまあ外国人もひょっとしたら来るかも分かんないしっていうところで、うん、多分ね、中島が頑張って出ることがあってもそこまでチーム状況に大きな影響を与えないと思うんだよ、うん、どっかがいないっていうことがないからね、はい、で松田選手ね、スタミナが武器、うん、だからまあ先発の一角ね、うん、に入ってこれるかどうかっていうところだからね、ぜひ来てほしいな、うん、だからまあ、うん、楽天のドラフト評価は、はい、B です。 B、うん、来年ね、うん、これ5年後10年後 S になる可能性もすごいあるからね、高卒先輩言うから、はい、うん、これ何回も言うけど、はい、これ来年に向けての評価だからね、はい、こう3年後とかの評価じゃないから。そうですね、酒井君、日向君がもうめちゃくちゃ10勝ずつね、2人やったら勝てる可能性もありますから、うん、5年後10年後は S になる可能性あるけども、まあ来年だけのことを思ったら、うん、まあ、このドラフトだけで絶対優勝できるっていうところもないから、原点帰って育成しっかりやっていきます、ドラフトっていうところではね、うん、これはもうあの高校生多くなってくると B だからね、はい、来年に向けてはね、うん、まあ、そういったところのドラフトのようにね、うん、見えました。だからちょっとトリッキーなドラフト、はい、そうですね、うん、まあ、あともう一人ちょっとちゃんと推しをねちょっと伝えといていいですか最後、うんうん、あの中島くん私の後輩になるんですけど、うんうん、あの外野厳しい中でもすごい期待してるのは、うん、今年青学日本一、うん、大学選手権優勝してるんですけど、うんうんうん、やっぱり今年ってピッチャーがめちゃくちゃ豊富な年だったじゃないですか、とうとう特にで、やっぱ打ってきたバッターなんで、うん、私は期待してます、うん、打てるんじゃないかと、好きな有名人山本舞香さんです。はい、はい、いいですそこは頑張れ、はい、ということで皆さんね、メッセージコメントお待ちしてます、はい、うん。